と切りますね。こうやって持てるぐらいは長さあったんですけど、中身の大変さはしてるんですけど、厚めはネイルサロンってやつですね、はい、毎日の店で場所貸しでネイリストさせて、その人が独立してお店出したんで、そこまで行ったことがあります。